オったアニメパーティーは2014年より北海道小樽市で開催されている漫画アニメ関連のイベント。小樽市の柳川商店街、都通り商店街、サンモール一番街、花園銀座商店街の中心4商店街を主な会場として行うアニメオールジャンルイベント。また、空き店舗を利用してのイベント等で商店街の買い物客を取り込み、 商店街の賑わいを作り出し地域活性化を図る意図もある。2014年11月に第1回を開始し、翌年より毎年9月に開催されている。2020年9月5.6日に開催を予定していたが、2019新型コロナウイルスに伴い中止となった。これに関連し、 同日に行われた本イベント総合司会の大林、義勇がパーソナリティを務める FM 白石、大林義勇のオタク、マニアックスオタマニの24時間 YouTube、配信企画、オタルから世界へ発信。オタ、マ、ま、ニ限界への挑戦。オタマニ24では、オタル市内の店舗からの協賛やオタル市、市教委が講演を行い、クラウドファンディング。 キャンプファイヤーを持ち運営資金を調達した上で、過去のイベント写真を、ツイッター上で募集する、オタルアニメパーティー応援企画。奇跡の一枚コンテスト企画を展開、寄せられた写真は配信内で紹介するとともに、優勝者に、オタル名産品詰め合わせをプレゼントし、この他、サコトシアオタル市長とのトーク企画、ゲーム実況、市内探訪ロケ、私立オタル文学館色ない広場からの、 無観客アイドルライブ等も展開した。2021年6月29日に通常開催の断念を表明、屋外コスプレ撮影会等の縮小開催を検討。その後7月26日に屋外コスプレ撮影イベント、オタルアニメパーティー2021コスプレ撮影会員、オタル天狗山の開催を発表、感染症対策のため定員数に上限を設けた。 事前予約制を取るとした。当初は9月4.5日開催予定としたが、北海道への新型コロナウイルスまん延防止等重点措置の適用に伴い10月2日3日に順延された。ありがとうございます。